然落ちないね。あ、じゃあこのままなんかコメント打ってみて、チャット打ってみてほしいんだけど、チャットの制御を OBS でしながら YouTube で配信を実況もできるかっていう、この難易度高いやつ。はいはいはい、公開になってますね。公開にした、オープンにして、今3人か。誰来てくれてんだろう。できてる？ちょっとゲームを動かしてみるよ一回。これめっちゃ熱こもるんだけど。な、やばい、うちのあれすごいディレイだな。いけてる？いけてますよ。ゲームオンも違和感ない？え、なんかチャット打ってよ。チャット、 YouTube のチャット打ってみて。こんにちは。違う、アカウントが良くない。アカウントがどんなちゃんとやばくないアカウントにして、アカウントが同じになって、アカウント一緒じゃねえかよ。トーマアカウントにしてもらっていいですか。トーマアカウントにして。やばいやばいやばい、これ結構大変だね。クリアしてっていう、あ、これのクリア動画だけは撮ったんだけど。さあ、クリアできなくてコメント来てましたね。うん、いや、クリアしたんだけど、あれが取れない、応答になるあれが取れてない。これか。こんにちは。はい。抜けてやる。吹き飛ばす。どなたが来てくれてんのかな。8人来てる。連盟のメンバーかな。まあでもオープンなんで、なんかオープンなんで、もしあのトーマさんこんにちはくれてます。あ、入った適当にやってたら入ってよ。入りますね。いや、基本は、あ、ちょっと普通にあのいつもの収録みたくやってっていい？あ、どうぞ。でトーマさん、あの補足してほしいんだけど、基本は後ろは、まあどちらかというと後ろはバフ用意してれば大丈夫かなっていう。で手前だけあのデコボコの体勢にしとけば問題ないかな。あ、アーさんこんにちは。アーさんこんにちは。すいません、あのテスト中なんでいろいろ不都合があるかな。あと ボリュームは今ちょうどいいですか。自分だとボリュームが聞けない状態なんですよ。え、BGM とかとボイスのバランスちょうどいい？感じはちょうどいいですね。あ、本当に？ここはもう直せるが分かったから。あと大丈夫かな？これのリクエストがあったんで、生ライブでやってみるっていう新しい試み。これで3点取ればいいんですか？3点だね、やっぱ3点必要。そうしないとスキップチケットが使えるようにならない。そう、その通りスキップチケットまでがいけてない。今2点しか取れてないから。多分フォーメ失敗してるね、これね。3点取れないわ。みんなクリアしましたか。あれ、これを取るとあの今回の潜在のキャラクターの、いや、なんかミューラーの潜在、ミューラーが潜在になったんでしょ。あ、そうかそうか。あ、トーマさんなんか出してなかったけど、はミューラーに潜在がついたっていう数値のやつだけはやりましたけど。そうだよね。それの潜在のメダルをもらうステージ。あ、それが難しいんですね。そう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 。だいたいディレイ具合も分かって、いけてるな、だいぶ。
確かに難しそう。なんか雪も降ってるし、デコボコもあるし。これフォーメダメだな、これ全然。ちょっとか、あ、デバフが入ってないから全然ダメじゃんね。戻します。はい。選手のレギュレーションがついてる感じなんですか？どちらかというと、で、あの、相手強いから、デバフをしっかりかけて、バフも絆で持ってみたいな、ダブル積みみたいな感じの方がいいのかな。あ、なるほど。でシューターはあのなんだろう、デコボコ耐性があるシューターだけやってみたいな。であと封印が多いんで、まあ、キーパーは技いっぱい積んでるやつ積んどけばなんとかなるかなみたいな。あ、なるほど、うん、ただ3点取るってやろうとするともうちょっと頑張んなきゃいけないのかなみたいな感じ。今の感覚ね。ただ普通にフィールドパス通るんで、フィールドパスガンガン通していけばいいのかなと思ったりもするんだけど、まあ、自動パスカットとかがね、そうそう、自動パスかないから、とりあえず、あ、危険のキャラが行くまでなんか自由にやってればいいかなみたいな気もしてきて、どっかな、パンターナで入るんですよ。メインアカのガチャが2ヶ月待っておたおこさんコメントが、メインアカのガチャが2ヶ月ぐらい全く当たらないんですが、呪いを解いてもらえませんか、だってトーマさん。まああの呪いを解くにはやっぱりお祓いっすね最近ブーム、やっぱそうだよね、お祓いだよね。ちゃんとあの相性、お札もらってよ読んでもらうやつだよね。そうですね、僕もあのちょっとあのプライベートでお払い行ったんですけど。いくらのやつ行ったの？僕は5000円で、ね、ちゃんとそれはサブアカの方つ、じゃあ、まあ、ダブルアカウントでやられてるなら両方やられればいい、あのいい方を使えばいいんじゃないかなと思うんですけどあれでしょ、あのガチャ、あの神主さんにガチャ運のなんたらなんたらで幸運を祈りたもまつるみたいな感じのやつでしょ。どん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 ってこう太鼓が鳴ってるみたいな。それ川崎大師とかそういうって、あ、荒井薬師とかもそうかなそうそう、大事、お祓い大事だよね、やっぱね。お祓い大事だよ。あのコメントいただいた方が、あ、ごめんなさいね、エルさん、コメント、あ、トーマさんもコメント見れてる？まあ見れてない、ごめん、ごめんなさい、今日雑だ。あ、明日ぜひ行ってきてください。あのね、お払いは多分3000円から5000円くらいだ。シュートしてた、雑だこんな感じで、あのコメントいただいたやつはこんな感じでクリアしますっていう感じです。ごめんなさい、もう雑で。あのね、ちょっと YouTube ライブ明日あれなんですよ、あのトーマさんがいないんですよ大問題。まあ僕あのトーマさん明日ちょっといなくて、明日あの連盟対抗カップ第7回ツイッター杯のあの配信を自分がソロ配信しなきゃいけないから、ちょっといつもトーマさんの PC でやってるんですけど、ちょっとマイ PC でやって不都合ないかだけ確認しときたいなと思って。あ、弾かれちゃった、飽きた。ゼロ距離ずれてるよね。あ、ちょっとずれてます。これで3点取ってハトトリックだったらどうかな。それだったら十分ですよね。行くんじゃないの？ハットトリックだったらあれもらえんじゃないの、3つ目メダル。ハットトリックポイントもあるから。あ、ハットでいけるんですよね。さん、ありがとうございます。こんな感じであのコメントいただいたやつ、これクリアできなかったらちょっとやるよ。クリアさせてほしいんだけど。あー、クリアできなかった、ふざけんなよ。もういい、まあこんな感じでいいっすか。サンターナで入ってましたもんね。さっきサンターナで遠いところで入ってたのに。もういいけど、まあいいです、あの別に自分潜在焦ってないんで、まあ、のコメントいただいたんで、まあ、こんな感じで後ろでバフを持って、手前はデコボコ体勢のシューターで、あとデバフをしっかり盛るっていう感じであれば、まあクリアはできるんじゃないかなと思います。はい、以上あのコメントいただいたやつで、あのはい、こんな感じでもうちょっとポイント、まあこうやってクリアしてももらえるんでお願いします。
トモさん、せっかくなんか皆さんちょっと来てくれてるんで、あ、だんだん増えてきた。すごい、ツイッターで告知してないのに今日ちょっとテスト配信なんだけど、今30人ぐらいいるって、ね、もう30、うん、同説30人、まさかのこっそり始めたら30人も来てくれて嬉しい限りです。え、あとなんかコメントで来てたやつなんかありましたね。なんだろう、あれですか、ディアスの、ディアス、あー、やりますか。なんかでもあれ自体は僕やってきたんですよ、こっそり。あ、どうだったの結局。もう米口でいこう、口で口でいこう。自己パスしても、うん、マッチアップ勝利ボーナスは維持されるっていうことが分かったんで。あ、そうなんだ。なので2回抜いてマッチアップ勝利2回つけて、あ、そう、自己パスして引く気にして、最近のね、引く気のシュートあれとかっていう、あ、じゃあついでに新キャラ検証もやろうよ。いや、ちょっと今触れまで、俺翼使うから、翼と誰使おうかな。翼と誰使えばいいの。僕翼とディアスしかないっすよ。え、あと誰だっけ。あ、じゃあ俺シュナイダー使うからいい。あ、いい、いい。あ、こんばんは、七色の虹さん、こんばんは。あ、こんばんは。すいません、連続で連日ライブを放送しておりますけど、練習して今ね、すごいんですよ、新しい機材、あ、サンジさんこんばんは。新しい機材を手に入れて、その新しい、そのディスコードのアプリをいけると、ディスコードのアプリで YouTube ライブをやると、トーマさんと遠隔でも普通に会話してるぐらいのノリで配信ができるっていうのを見つけてしまったんで、ちょっといろいろテスト中です。え、ディアスと翼を使えばいいですか。え、じゃあ俺がシュナイダーと翼使うわ。あ、で僕はディアス入れなきゃダメですね。え、じゃあ俺も、いや俺もディアス使えるんだけど、トーマさんのガチャ動画のガチファンです。トーマさん、おたおこさんがトーマさんのガチャのファンですって。トーマさんのガチャ動画は勇気をもらえば。いや、本当に勇気、皆さんが勇気を、ヨシキさん、こんばんは、勇気を感じてもらえたらすごい、僕は嬉しいです、ね、あれはもう身を削ってるからはい、身を削ってる人もいるっていうので、身を削って、本当に今だから言えるけどさ、若島ズガチャって3回くらいやったじゃん、確か。はい、やりましたね。あの時さ、一緒に仕事で絡むことが多かったからさ、結構お昼を食べに行ってたけどさ、若干サイコパスです。ちびっこよしきさん、違うんですよ。トーマさん、動画は、若島津の配信の動画をした後、仕事で絡むときに、ランチタイムとか一緒になったりするときは一緒に行くんですけど、若島津ガチャの後はお昼行かなかったですからね。そうでしたっけ。リアルリアルに、トマさんお昼でもどうですかって言ったら、いや、ちょっとお昼は行かないですみたいな。そうだったかもしれない、ね、もう1年前くらいだけど、若林の時はお昼、まあね、若林の後はお昼普通に行けてましたけどね。まずはね、3ヶ月連続ぐらいでこう、うん、もうやっちゃってるんで。そうだね、あれはね、若島津はでも、まあ、いっぱい使ったけど、あれ過去最高じゃない。若島津取るまで50万くらいいったっしょ。だってどうすかね、具体的な金額はすいません、数えたことない。パッと見若島津だけで3、40万くらいいってるけど、若林は、まあ、若林14万だ。若林一発は、まあ、そうね、4、5万ぐらいだったような気がして。でもその代わりこの間赤い10連で引いたじゃん。まあまあまあ、そこは収束しました、ね、収束してるから。だってフェスの短期はだって1キャラ6万、正確に言うと6万2000円くらい、6万3000円くらい平均するとフェス短期って。いや、僕はリアスも何もいつも通りのデッキで行きますよ。ディアスいるんでしょ。いや、ディアスはいるんですけど、うん、レベルが全然上がってないです、ね。ああ、数値だけ見れればいいんじゃね。その謎なところを解決できれば。でも小僧さんの方で全部入れれるんだったら。いや、全部入れれるデッキあるんですけど、そんなにバフ乗らないっす。え、全部入れた方がいいっすか。
全部入れた方がいいですね。なんで人任せ。すごい人任せか。やっぱりキャラクターのバリエーションが僕と小僧さんで全然。いやいや、俺もあれだよ、最近ガチャ引かないから、いらないやつ。ちょっと待って。あ、おたおこさん、そのおかげで私はまだこのゲームを続けられている。あ、よかったよかった、みんなに勇気を与えてる配信でも素晴らしい、素晴らしいね、トーマさん。何かそういうね、人の心に何か届いてくれたっていうのは非常に嬉しいですね、うん、あれ今 YouTube 切れてる？もしかして。いや、切れてない。あ、切れてない。あ、多分フリーズしてバグってただけだ、はい、あ、なんか告知してないのにだんだん増えてきていただいてる、すごい。50人ぐらい来られてますよ。え、俺全員入れなきゃいけないの？ちょっと待って、入るかな。今21この配信だけど、まあ、トーマさんもいるっていうところで。あ、ありがとうございます。ちょっとじゃあ皆さん、え俺あれも入れ、え、ちょっと待って、1,2,3 ソクリアスが分かったよ、ソクリアス。何でも入れそう。ちょっと待ってね、これちゃんと見る人も見やすくしないと。これを入れればいいでしょう。あー、取ってないですか、ね、オリキャラ。絆がいないじゃん。でも技の海外誰か余ってないかな。あれ、誰か持ってたんだけど。技海外、あ、違うな。うん？ 1,2 技海外5人ですか。技海外5人を4キャラ、あ、この子を外しちゃったからだ。了解、理解。ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい。ガチデッキいじっちゃったから後で直さないと。あ、日野くんですか。日野くんで、これで、海外オフェンスで、これで全員入ったよ。お、さすがっすね。絆 18.5、うん、ちょっと微妙いね。あ、僕と同じぐらいです。僕、絆 18% です。絆全員入れて22の、全員入れて。あ、この人、突、あ、すげえ、1万7000の1万2000だって、ちょっと見て。まあ強いっすよ。すごいね、このディアス、やばい。一つ下から若干他のパラメータ振ってないってことですね、まだ。あ、振っとくか。確かに。ドリブルとパスとかなんか。ああ、なるほど。え、トツも、トツ、1トツしかできてないんだけど、3トツくらいできる、多分このキャラ。マジっすか。こんなにマジ。結構あのこのディアス、他のディアスと比べて強いと思う。マジで多分3トツくらいできる。2トツがまず一番強くて、うん、ドリブル値も3周目に負けないぐらいな感じではある。全力全開時でしょ。あ、全力全開時。マジで全力全開時じゃない時は全然3周目に。ちょっと待って、この人スノーボードドリブル積んでない。ストリートドリブルないわ、剥がして。ああ、剥がされてます。ちょっと待って、ディアスだって力のディアスとかでいろいろ改造しちゃったから。まあいいよね、ドリブルの数値だけ分かるよ。だって俺ディアス2体作っちゃったよ。ごめんなさい、あのちょっと技のディアスと。あ、でもトーマさんディアス入れてんでしょ。ディアス入れてないっす。入れてよ。だってなんか心もなんか申し訳ない、ごめんなさい、あの自分のディアスが、ごめんなさい、今自分のディアス だって2体作っちゃったもん俺。さすがに3体目ディアスは辛くない？あれ、なんかディアス入れます、ね、高速移動した。どこに入れようかな。ごめんなさい、自分ちょっとディアスが技のちょっとさすがに3体目は無理だわ。まずだってこれで一通り作ってるっしょ。でこっちで浮き玉を一通り作っちゃってるんで、でアクロバットバナナシュートまで上げちゃってるから3体目はちょっと無理なんで、数値だけでやらせてよ。あ、シュナ、これシュナなんかすごい数値になってたよ今ちょっと。あ、シュナ強いっすよ。まあいいや、トツシュナやばくね。2万、ちょっと待って、シュナ、そうそう、シュナめっちゃ強いっすよ。シュナやばいよ、何これ。お、初めて見たんだけど、シュート値2万って。
シュート値が一番上がります。シュート値2万って初めて見た。こんなキャラいなくない？何これ。いや、全部 S1 ですけど、まあいいっすよね。え、ていうか欧州じゃないからキャラがね。あ、固まってる。バフ 22% でいけます。配信はできてる。配信はできてる。いや違う、あの YouTube のコメントが見れなくなっちゃった。ああ、なるほど、うん、今シュナやばいってコメント言ってる。マジでちょっとあのコメはトーマさんで、あ、トーマさんと同説だからちょっとリアクトして。じゃあ貨物待ちですっていう。貨物待ち、あ、貨物がなんか今回ちょこっと手に入りましたね。またえ、もらえた？もらえましたよね。確かログインでもらえたよね。あれ俺全部翼に使っちゃった。なぜかわかんないけど翼が引けなくて他のこういうシュナイダーとかは全然引けんだけど。なんでたあの貨物使って僕も翼を一つさせました。なんで？あ、復帰した。技なくなるから全然突然。確かに。あ、佐藤さんいらっしゃい。ありがとうございます。じゃあ、トーマさん番号言うよ。あ、あの、YouTube 見てるんで。そういうこと。みんな入らないでね。検証ね。いや、まあ入ってもいいけど。入っても多分こんな勝てないから。遊びで、これかな、検証用。はい。ミューラーの、はい。ミューラーの、佐藤さん。あ、ミューラーのクリア。ミューラークリアしましたよ。さっき、多分このライブの、あれを見てもらえれば大丈夫かなと思います。S1 ですよ、リアスは。いや、いいよ、数値だけ見れたら。全力全開時とシュナの、あれ、俺今いくつだったっけ？絆22の、そう、まあ、どうですかね、ミューラの潜在、そこまでそんなにでもなかったんですけど、ただ、ちょっと3点、あの、スキップできるところまでは少し頑張んないとダメかもしれないですね。あと、キャラ持ってないと厳しいかもしれない、正直。キャラがいないと若干厳しいかなっていう気がします。勝負だ、止める。ああ、翼のオフェンス低いっすね。今2突してますね。はい。2突してるんで、2突で、ドリブルパスシュート全部全開にしました。リアスの手術もまあ2万2万いくんですよ。うん、リアスね、悪くないね。え、これトーマさんもあれなの？絆いくつだっけ？22なの？22プラス、ロベルト。ああ、そういうこと？4% ですね。26ぐらいあると思うね。そんなね。ね、YouTube さ、YouTube と声、音声、ディレイになってない？大丈夫？あ、大丈夫ですよ。僕は普通にあ本当に携帯の画面でやってるんで。シュナ、ちょっと、でも数値そんな良くないよ。3万1000くらい。まあ、こっから火事場 20% なんで。そういうこと？なので、もうちょっとなんか自己パスでちょっと削ってみてください、自分で。うまくね、はい、うまくね、取られてます。失敗した。失敗した。まあまあ減ったんだけど。もう一回あげますから。ありがとうございます。うまくね。多分、手段で、半分ぐらいまで削って打ったら、結構 Z といい勝負できると思うんですよね。あ、落ちちゃった。ごめん、酔っ払ってる。ごめんなさい、酔っ払って。あ、そのまま手段にパスしてよ。ああ、シュナパスよ、うん。いや、今めっちゃ飲んでてさ、ずっと。もうちょっと泥酔に近いっす。ブロック。ちゃんとカイザーステップして。あ、これ打てなくなっちゃうんじゃない？これ以上やると。もう打てないよ、トーマさん逆に。これ失敗じゃね？あ、じゃあ全力つけて。あ、打てる。4-6、あ、まだドリブルで抜かしてくれれば。あ、抜か。あ、でも409。あ、全然強いね。どんくらいまでいけるかな。こうね、いくと思うんですよね。あ、でも技レベル上がってないんですか。え、ブラボー今振ればいいですか。おいや、ブラボー振って。あ、まあ36か。ごめんすげえ中途半端で数値だけ。そっか、これ必殺技威力アップだから99にしないと検証しても、あ、打てない。結局打てなかった。まあ数値だけ、はい。あ、でも420になってて、36で4万1000ですね。まあ、3万1000で多分 20% アップの技威力なんで、だから600で、ね、600の3万1000で600のシュートだから、あ、18もいくじゃん。そうなんです、だから18もいくんですよ。あ、これワンチャンだから抜けんだね、このくらいのレベル。
20絆、あ、すごいわ。ペナルティエリア内だったら、あの抜けるんですよ。あ、確かに、3万、だって今絆、あの海外で24で3万1千で、ラスちゃんの一撃のファイアショットで、500、600まで持っていけば18万あるから、フェス林抜けますね、これね。フェス林多分同じバフ条件だと19万ぐらいだと思う。そうだね、多分2段目くらい、フェス林の2段目は確実に抜けてくるね。わ、パスか。そう、意外と翼パスっていうか、これ意外とドリブル高いね、全力全開じゃなくても。ああ、もともと高いですよ。なので、あの3周年ギアスと比べていいところは、乗ってなくても高い。なるほど。あ、翼タグ、あ、間違えちゃった、左タグ見ちゃった。ボバングの方が普通に強いかもね。ボバング3万3000、ボバング3万3000やな。まあ高浮きが詰めれば強いね、うん、今ね、翼は22で他のキャラは24ですね。さあ、翼エリア入って31,900。ああ、だいたいあれだね、トーマさんが出した。これだってあれ、褒め効果一切乗ってないから。ああ、褒め効果が、はい、乗ってないとちょっと下がっちゃうんですね。そうだね。これでオフェンス褒めとかであれば、うん、これは今日本、あの海外フォワード褒めなんで、あの海外フォワード褒め、あ、海外、あ、日本オフェンス褒めにしたら翼33,000超えるね、エリア内。超えますね。強、それの浮き玉の 1.1 ってやっぱ36,000とかか。なので、得意の補正とか入れて、飛空機が打てれば20万ぐらいの。飛空機が打てればって2先がいないと無理だ。アルティメットスカイダイブ、いや、美咲くん確かに、うん、あ、でもそう考えると、あのフェス美咲、技のフェス美咲がいればアルティメットスカイダイブが生き返るってことだよね。ああ、そうですね、うん、素晴らしいね。多分残念ながらこれだと入んないと思うんですよ。だってこれが一番って、今いくつくらい、 今で15、16万くらいか。あれで得意の補正入れて17万、8万ぐらいいってるはずですね。マジで1かよ、1か。じゃあ全力してよ。全力をしました。3万2000ぐらいのドリブルになってます。こっち表示変わらんけど。ああ、ちょっともう一回マッチして、もう一回マッチですね。あれ、トーマさん絆いくつ。あるし、ギャグ、ネタ感がすごいんだけど。絆 22% で、あ、絆 22% なのってて、めっちゃ面白い。変なとこいるんだけど、めっちゃ面白いんだけど、はい、それ取るだろ。取られた。自動が働くよ。あ、シュナ打てないかな。打てない。根性、根性ないと不便なんだけど。ちょっと取らせていただいて。はい、お願いします。いや、すごい出してるんですね。ちょっとやっぱ根性がないと不便ですね、これね。はい、見てください。3万2000のドリブルとパスが2万5000。まあ、これね、シュート3万3000、3万2000。これ、褒めは何？オフェンス、海外オフェンス褒め？オフェンス 10% ですね。あー、すごい。オフェンス OMS10% ですね。あ、で、あれ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 、上げてみて、あれで上げてみてよ。読み勝ちマスターみたいなやつ。マッチアップボーナスですね。そうそう。マッチアップボーナスをこれ上げていきます。いや、今、ライブで流れてる映像とゲームの映像のディレイ感がすごいんだけど、10秒以上はね。やった。見てる感じだとそこまでディレイじゃないですけど、ね、本当に。はい、このサムネが一番多分気になるよね、きっと。サムネがあの犬のサムネなんだよ。いや、こういう違う、普段使ってるパソコン、普段使ってるパソコンじゃなくて自宅のパソコンだから、残ってる画像がそれしかなかった。びっくりするっしょ。小藤さんの家の犬、ガチガチガチのうちの犬だけどさ。
ちょっとまた固まる。なんだろう、 YouTube これが重いね。配信ちょっとコメント打ってみて、あのライブチャット、ライブチャットチャットのコメント打ってみて。なんか固まる、すごい。あ、でもなんかクルクルしてますね、今。クルクルしてる？あら。配信が来た。完全に止まってます。え、ライブが？ライブ配信飛んでる？え、動いてない今、普通に。あ、動き出した。うん、大丈夫だと思うんだけど。動き出しましたね。うん、これで。サッカーは一人じゃない。ちょっと一瞬エラーが出たってきました、ね。一瞬飛びました。うん。まあ試合が普通に動いてる。あ、動いてます。動いてます。動いてるよね。治りました。ああ、ごめん。なんか一瞬固まってます。ブロックして。これで上げていきます。33,000。よし来い。あ、よかったよかった。みんな見れてるってやな。34,000まで来た。34,000まで来た。こんな感じね、最大勝ちが。今回のワールドチャレンジの JY のマイナス弦が2つあった。七色の23、ごめんなさい、どういうことですか。ワールドチャレンジは JY のマイナス弦。3万ぐらいですね。3万500。さっき34,000だった。動画だと34,000が出てる。だから絆24の最大値は34,000くらい。オフェンスコメント、あと翼ものエリア内も出したんで、多分大体出てるかな。大丈夫かな。多分大体出てるよね。こんな感じで大丈夫かな。すごいダラダラしちゃったんですけど、ちょっとテストで配信して、数値チェックもしながらダラダラ配信しました。守りは任せろ。数値結構見れてるんで、そろそろ大丈夫かな。シュナイダー打てるんじゃない、これ。でもシュナイダーが一番強いのかな、これ。トーマさん、あれ、トーマさんが消えた。あ、電波死んでるのか。ライブが生きてるんだけど。そうですね、あれ声が飛ん、今声がずっと飛んでた。シュートはシュナイダーが多分カジバー全部乗りで一番強い。なるほど、これでいけそうだね。じゃあ数値大体見れたんで、とりあえずシュナが強いっていうのが分かりましたね。
こういう手段かじばなくても全力うまく使って最後一撃のファイヤーショット打てれば、僕の声が乗らなくなりました。あ、 今乗ってる。今 Z 普通に抜いたよ。見た。え、今 Z 普通に抜いたんだけど見て見て、これ Z 普通に抜いたよ。びっくりした。 Z 抜きましたね。トーマさんが、トーマさんが電波悪いね、これ。JY のキャラを使うとスタミナがマイナス 10% ってある。あ、そういうことですね。あれ、アジア予選も2つなかったっけ。まだディスコードの調子悪いですね。ディスコードの方が調子悪いか。アジアも2つはなかったっけ。数値検証はこんな感じでいけてますね。一回ディスコードの方つなぎ直す。ディスコードの方つなぎ直す。配信の調子が良くないね。あ、やっぱそうですよね。ちょっと確認をしてみよう。直したんですけど。どう？聞こえるけど。あー、大丈夫そうです。大丈夫そう。治った。なんか調子悪かったんだね。なんかあ、そうですよね。あ、そうですよね。7423あれですよね。アジア予選ですよね。2つあったの。ちなみにあれなんですよ。恥ずかしいんですけど、宝箱で行き過ぎたら一発目いきなりミスったワールドチャレンジ。ここだよね。引き分けちゃった。そう、世界に響き渡らせる。やっぱなかなかここと、こことここがアジア予選な気がする。今回こことここ、サウジアラビアと韓国がアジア予選だったっけ。はい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 、トーマさんやってないだろどうせ。僕はもうステージ1クリアしました。おー、すごいじゃん。ちょっとなめっぷしすぎたらクリアできなかったけど、でもよく考えたらあれだよね、40分の25っていう認識でいいんですよね。まあそうですね。あ、違う、25勝中4だから、そうね、25分の40っていうチャンスなので、まあ、そこをミスていかなかったら大丈夫、ミスらなければ大丈夫かなっていうところですよね。あと2回ステージをクリアすれば、はい、はい、なので余力は15勝あるんで。そうなんだよね、相手の属性が染め系なんで、まあまあキャラがある程度揃ってる人はそこまで気にしなくてもいいかもしれないですけど、キャラがあんまりいない人は、まあ、慎重にやっていかなきゃいけないかなっていう感じですかね。はい、というわけで数値検証もできたのと、ライブ配信のチェックをさせていただきました。明日なんですけども、連盟対抗カップの準決勝ですね、連盟対抗カップの準決勝を YouTube ライブでやりたいなと思っておりますので、よかったら遊びに来てください。はい、というわけで今日はテスト配信だったんですけど、検証とかも含めてちょっとライブでやってみました。というわけでいつもご視聴ありがとうございます。よかったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。